今回の動画では、大谷選手をはじめ、怪我人が続出し、野戦病院と化したエンゼルスの現状について、そして、その原因について詳しくまとめていきます。ネビン監督の矛盾発言が物議。日本時間9月8日、エンゼルスの大谷選手が、ガーディアンズ戦のスタメンから外れました。これで大谷選手は、2020年9月以来3年ぶりとなる4試合連続の欠場となります。ファンからは悲しみの声が上がりましたが、試合前には、久しぶりに球場で軽めのダッシュを行うなど、ファンの前に姿を現しました。わずか1ヶ月で放出されてしまった元同僚のジオリト選手と談笑する姿も見られています。先日までチームメイトでしたジオリトと交友を温めるシーンも見られました。今日の大谷翔平です。アナハイムは、そんな中、エンゼルスのネビン監督が大谷選手について発したとある言葉が矛盾していると物議を醸しています。日本時間8日、3試合連続で大谷選手をスタメンから外し、記者から翔平は明日に出場しますかという質問が飛ぶと、ネビン監督はスイングするのを見てチェックするとコメント、さらには代打のチャンスはあると明言していました。しかし、結果として大谷選手の出場機会はなく、試合後の会見でネビン監督は、バットは振らなかった、代打に出すつもりはなかったと矛盾発言。試合に勝利こそしたものの、球場には大谷選手の復帰を期待して訪れたファンも多いようで、批判の声が上がる事態となりました。ネビン監督は、回復が遅れているわけではないと言いますが、100% ではない、リスクを冒したくないとも話しています。かなり慎重になっているようで、出場は近づいていると何度も口にしているのが現状です。果たして、大谷選手の復帰はいつになるのでしょうか。開幕スタメン全滅、野戦病院感が止まらない。大谷選手の怪我に加え、プレーオフ進出も絶望的となっているエンゼルス。一部ではネビン監督とミナシアン GM の解任が確実といった記事も出回っており、球団の今後を心配する声が後を絶ちません。さらに、日本時間8日のガーディアンズ戦では、試合開始前に若手有望株として期待されていたミッキー・モニアック選手が腰の張りを訴え、急遽スタメン外に。試合開始直後には、3番レフトでスタメンに名を連ねた、ルイス・レンヒーフォ選手が一度も打席に立つことなく途中交代となりました。By Phil Nevin and Mike Frostad, the Angels head athletic trainer.Renifo, I don't know if he was taking a practice swing and something happened to his left wrist or what? Escobar coming out. また、試合前にはハイメバリア投手の負傷者リスト入りが発表されており、エンゼルスが野戦病院化しています。この現状にファンからは、エンゼルスは呪われている。このチームを見ていると泣けてくるよ。球団側は医療班をそう取っ替えすべきだといった声が寄せられました。また試合後の監督会見では、記者からエンゼルスは呪われていると思うかといった質問が飛び出し、これに対しネビン監督は、確かに普通ではない。一塁手の送球が頭に直撃したシルセスのこともあったし、奇妙なことが続く。試練の年だけど、逆境から学ぶしかないと語りました。今季のエンゼルスは怪我人が後を絶ちません。7月はトラウト選手が骨折。8月は大谷選手が右肘靭帯を損傷し、投手として今季全休。9月には右脇腹を痛めています。さらに、ウォード選手は死球が顔面を直撃し、今季絶望。レンドン選手も自打球が直撃し、そこからプレーできていません。そして、8日にデン・ヒーフォ選手が怪我をしたことで、今シーズンの開幕スタメンに名を連ねた選手全員が、怪我による離脱を経験したと話題になっています。実際にラインアップを見てみると、1番ウォード選手、2番トラウト選手、3番大谷選手、4番レンドン選手、5番レンフロー選手、6番デン・ヒーフォ選手、7番ドルーリー選手、8番ウルシェラ選手、9番オホッピー選手、投手大谷選手となっており、壮絶なシーズンであったことがわかります。これだけ負傷者が出るのはただごとではありません。SNS 上ではエンゼルスを心配する声が多く飛び交っています。エンゼルス GM が犯した2つのミス。大谷選手の負傷が明らかになって以降、日米のメディアから、
大谷選手を二刀流としてフル回転させ続けたエンゼルスの起用法に疑問を呈する声が上がっています。それに対しミナシアン GM は、シーズンを通して大谷選手と対話を重ねていたこと、さらに8月3日のマリナーズ戦で早期降板した際に大谷選手とエージェントに対し検査を打診したが断られたことなどを理由に挙げ、大谷選手の起用法にはゼロレグレットだとコメントしています。ただミナシアン GM が大谷選手の体調に疑問を感じていたのなら、検査を断られたとしても様子を見るため登板間隔を空けるか、登板をスキップさせることもできたはずです。それにもかかわらずチームは、通常通り中5日で大谷選手を登板させています。結局ミナシアン GM やネビン監督はシーズンを通して、翔平が自分の体調を一番理解しているし、彼を信頼しているの一点張り。負傷を起こす前に登板回避したこともありましたが、それは大谷選手からの申し入れによるものでした。今シーズンのエンゼルスは大谷選手のみならず、いろいろな面で無理をしてきました。そうしたミスが積み重なり、9年ぶりのポストシーズン進出が絶望的になっているのが現状です。そんな中、ネットではとあるスポーツライターの見解が注目されています。それによると、ミナシアン GM が犯した2つの無理は、野戦病院とまで称されるような大量の負傷者を招く要因にもなっていると考えている。一つ目の無理が、シーズン開幕当初から続く若手有望選手の登用です。とのこと。エンゼルスは、シーズン開幕からローガン・オホッピー選手を先発捕手に起用したほか、開幕直後に不振だったデビッド・フレッチャー選手に代わり、ザック・ネト選手をメジャーウィー昇格させ、さらに安定感を欠くリリーフ陣を補強するため、新人のチェース・シルセス投手、サム・バックマン投手、ベン・ジョイス投手を登用しました。これに対し、スポーツライターは、すでにご承知の方もおられると思うが、ネト選手は昨年のドラフト1位指名選手で、周囲を驚かせる大抜擢だった。本来ネト選手のような大学で短期シーズンしか経験していない新人選手については、まずプロとしてシーズンを乗り切れる体力向上や長期シーズンに対応できるルーティンの確立が優先されるものだ。ネト選手の場合、そうした手順を省いていきなりメジャーで先発遊撃手として起用し始めたのだ。これは昨年のドラフト3巡目指名のジョイス投手にも同様のことが当てはまる。また2021年ドラフト同期のシルセス投手とバックマン投手の場合は、今シーズンの昇格までマイナーで先発投手として起用されてきたのに、いきなりメジャーでリリーフとして起用しているのだ、と問題点を指摘。まだまだ経験不足の若手選手の起用に加え、本職とは違う起用法をしたことが、選手にとって大きな負担になったといいます。そのネト選手、バックマン選手、ジョイス投手は現在、負傷者リストに入っています。また記事では、若手を育てるのがうまい球団として、レッズの名前を挙げています。スポーツライターは、若手有望選手の登用という面で、象徴的な存在になっているのがレッズではないだろうかと切り出すと、シーズン開幕からナ・リーグ中地区下位に低迷すると、シーズン中にもかかわらずマイナーから若手有望選手を次々に昇格させ、世代交代を断行した。そして起用された若手選手たちが次々に活躍を続け、主力選手に定着。6月には破竹の12連勝を飾り、一気に上位チームの仲間入りを果たすことに成功している。そうしたレッズの若手有望選手たちはすべて2021年以前のドラフト指名選手たちで、最低でも1年間はマイナーでフルシーズンを経験しており、またメジャーに昇格してもマイナー同様のポジション、役割で起用されている。ちなみに新人資格を有している選手の中に、現在負傷者リスト入りしている選手は一人もいないとレッズとエンゼルスを比較。そしてエンゼルスが犯したもう一つの無理というのが、負傷した選手の復帰のさせ方です。今季のエンゼルスは、怪我人が続出し、台所事情が厳しくなっているとした上で、例えば、ベテランのマット・ムーア投手は5月28日に右脇腹痛で故障者リスト入り、復帰まで1ヶ月以上かかり、7月14日にロースターに復帰したのだが、復帰前にマイナーでのリハビリ出場を行っていない。やはり実戦感覚が完全に戻っていないこともあり、復帰直後3試合中2試合で失点されている。と一つの例を持ち出し、エンゼルス側を批判。さらに、6月15日に負傷者リスト入りし、復帰まで約1ヶ月かかり、7月14日に復帰したネト選手は、
やはりリハビリ出場を省き、残念ながら8月4日に負傷者リストに逆戻りしていると多くの選手が十分に怪我が完治していない状態で、戦線に復帰し、怪我を再発させている現状を伝えました。チームリーダーのマイク・トラウト選手も7月3日に左手ありかぎ骨を骨折した後、同じくリハビリ出場を行わない状態で、ロースターに復帰し、結果として、わずか1試合の出場で負傷者リストに逆戻りとなっています。そして、最後に記事では、いかがだろう、野戦病院化したエンゼルスの現状を招いているのは、間違いなくミナシアン GM がその責任の一端を担っている。それを踏まえた上で、大谷選手の負傷もその一環だと考えても、決して矛盾はないだろう。むしろ後悔していないことを疑いたくなってしまう、と締めくくりました。今季、一時は8年ぶりとなるプレーオフ進出に、多くのファンが期待していただけに、球団を一から作り直す必要がある。選手を壊す球団に痛いやつなんているわけない。翔平は今すぐに出ていくべきだ。最大の被害者は選手たちと批判の声が集まっています。果たして、エンゼルスは今後どのようにチームを作っていくのでしょうか。今回は野戦病院と化したエンゼルスの現状についてまとめました。今後も、海外で活躍する日本人選手の情報をお届けする予定なので、取り上げてほしい選手やニュースがあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。